父っす、ジョニー君だー、いうわけでな、今日はな、待ってて、今日はな、食レポ野郎もとるんよ、くるくるりーん、いうわけで今日もよろしく頼ませ。今日やるわな、じゃーん、これやって、サーモン、炙りサーモンやって、炙りサーモン見たってきこらっちゃいまって、ほら、新発売、セブンイレブンやで、セブンやで、セブンのマーク入っとるやろ、炙りサーモン、300円、すごい。サーモン&シソって書いてあるんやけど、これ見とる？サーモン&シソ、英語と書いてあるんよ、イングリッシュやで、300円もするんやで、豪華やろ、300円もするんやで、これ豪華やろ、サーモンがこんな入っとるんやで、これをな、食レポ市場思うてんで、セブン限定やって、うわうまそうやわ、こんな厚切りサーモンやで、2枚入っとる、開けてまいよ、あ、やっぱこっからなんやね、こっからやわ、こっからやわ、これをな、開けてもうてよ。ん？あ、鮭の匂いやわ。鮭の匂いしとる。サーモンやわ、サーモン。これサーモンやわ。ほら。お、すご。贅沢やね。うわ、贅沢。これ、食レポ行こうか。あか、よだれか。いただきます。うん。すんごっ、これやばやわ、高いサーモンやわ、なんやろ、メスちゃんとこんがり焼けとるんよ、生になっとらんね、ほらちゃんとな、メス火が通っとるんに、メス火が通っとるんに、脂がすごい、なんかなんやろ、メス乗っとるんよ、すごっ、皮見えとる、ほら脂がな、メス乗っとるん、ちゃんとサーモン焼けとるんよ、こんがり焼けとるんだ。いただきます。うん。うん。うん。米もな、ないっすよね。米が立っとるわ。立つ言うんかな。なんか、しっかり焼けてな、ふわふわの米になっとるわ。で、このサーモンやろう。これ贅沢やで。うん、演奏でな、海外やね、アメリカとかにな、演奏の仕事で行った時にな、持ってきたいやつだね、まあ、持ったへんやろうけど、向こうで食いたくなるやつやわ、これな、うん、まっ、チェックってまいよう、うん、うん、300円それだけあるわ、うん、これはな、高いんよ、おにぎり300円って高いんやで、出してな、食う価値はあるわ、思ってまう、うまっ、いってまいよ、ほら、すごっ、あ、いただきます、これもな、優勝やね、うん、キングオブおにぎりやわ、このな、セブンイレブン限定のな、炙りサーモンおむすび300円もしたやつやで、これに点数つけようか、うん、点数でんでんでんでるんでんでんでん。82点 !82 点うん、82点。なんやろ、あ、ちょ、なんかまた、なんか踏んでもうたよ、踏んでもうた。あのな、なんかな、
簡単に言うとな、うますぎないよ。高くてうますぎないよ。なんかセブンやったらこんな本格的なんちゃうくて、もっとなんかレトルト感出してほしかったわ。82点はそこやね、レトルト感で優勝狙ってほしかったんかな。レトルト感でな、優勝狙ってな、欲しかったんだ、セブン言ったらな。なんかこれ普通にもう高級おにぎりでなんかうまいんよ。そこやね、その部分やね。行くわけでな、最後まで見てくる時によかったらチャンネル登録高評価よろしいよろしい頼ませ。ほな、あったかくして寝るやで。チーズ。